警察呼べない側だからそこを叩きに行くとか<ー>日本語で喋ってんのに、はい、ずっと英語で返してくるみたいな <laughs> いやもう日本語で喋っとりやん <laughs> あのすする音が無理っすねラーメン出る時も地獄だったっすね <laughs> とか言ってる プレイソンはもう無理だみたいな<あ>、まあ、プレイソンやっとったらもうまた捕まるぞみたいな,な、はい、でまあペドロ・ザ・ゴットソンとして1年で60曲ぐらい出したんですよ海外のアーティストたちとか見てるともうストーリーてん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 になっとる確かに確かに,確かに家でずーっとネットフリックス見とったらもう載せることないだろうなって <laughs> でもわったおお前この店 AK ばっか流れとるかやお前」まあ、<laughs> みたいな感じ言ったら「や、ントにすいません」<laughs> <laughs> AK のことを何か言ったときとかも相手にタグ付けしたりとかしてないし、あーそっか単純に嫌いなだけで。いはということで、今回の g ール d e n Rush p o d c a s のゲスト、プレイソ s さんです。 いやー、今回あのー、結構、昔からずっと、あのー、曲は聴かせてもらってて、で、なかなか、まあ、結構日本でブラジル移民というか、の方が多いのかなっていうイメージは結構あって、うん、なんかそういう話もいろいろ聞きたいなと思ったんですけど、はい、なんかちょっとおしゃべってて、ベチン、ブラジルのミナス・ジェイラス州ベチンという、出身ということなんですけど、うん、結構危険な地域なんですかそうですね。<ー>俺の町が ブラジルで、まあ今はちょっとわかんないんですけど、はい、当時は10番目って言われてた10番目に危ないそうっすお<ー>10番目に危ないって言われててはいはい結構治安悪かった治安た <laughs> <laughs> えまあまああれですよね子供時代は結構そこで育ったってことですもんねそうですね13できてるんで13だ中 2? 中 2, 中2はい、はい、2> できたんで中2までは向こうに、はい、へ<ー>ええ最初日本に来た フルでブラジルってことですもんね地位的にはうんと8分の1日本入ってます8分の1日本入ってるんだあなるほどえ日本に来た理由とかは何かあったんですかえっとおばあちゃんが住んでて日本におばあちゃんが住んでてお母さんのお母さんでお母さんが来るって言って一緒に行こうみたいな最初は嫌だって言ってたんですけどあそうなんですねでもなんか 旅行感覚感覚で行って、あのー、嫌だったらもう帰っていいからみたいな <laughs> で来てみたらなんか普通に気に入ってみたいなええそっからもう住むことにしてみたいな、ね、なるほどですねえ最初日本語とか喋れなかったですよね喋れないですね普通に学校始めたんですか中学校えっとその褒美団地に来たんすけどそのホミダ団地がブラジル人めっちゃ多くて<ー>で近くにブラジル学校もあったんですよ

感じでで入れてるんすけど,どす、ね、じゃあそこで高校ぐらいまで行ってたってことですかいやそこは、はい、えっと2ヶ月ぐらいかな 2> あ2ヶ月ぐらいだ二ヶ月ぐらいしか結構短いですそうっすねなんかあのー、まあすぐ団地で、はい、その時スケボーとかこうやってたんですけどスケボーやとったらその、まあ、団地でスケボーやってるやつらとかと一緒にやって、うんはい、でそいつらはなんか普通の,ほんあの中学校行ってて日本の。 普通の日本の中学校行ってて夏休み夏休みが入ってで俺の学校夏休みなかったんですよえそうなんだであじゃあもう日本の学校行こうかみたいなそういう理由でそういう理由でそうだったっリオの学校にそうまああと結構あの日本の学校行っとるやつらはポルトガル語で喋りながら単語を日本語入れてくるんですよ でそれが分かんなくて、はい、なんか日本語を覚えたいなっていうのもあったんですけどあ,あそういうことかそのブラジルの学校に通っている子どもたちがブラジル日本の学校通ってるやつらがあ<ー>あのポルトガル語で喋りながらでもちょこちょこ日本語の単語を入れてくるんでああそういうことか。 そこが分からんくて日本語覚えたいなみたいなあそのちゃん行ってた学校も結構ポルトガル系というかブラジル系のそこはもうほとんど日本語しゃべれんやつばっかであそうなんすね軽く日本語の勉強するんですけどしゃべれるようにならんすねああそうなん団地で日本語しゃべれんやつめっちゃ多いっすへえでも団地でも全部できるんでポルトガル語でまあ確かに確かにそーか な,なんでもっすねあその団地の敷地内というかいろんな団地の中にもう全部もう日本語わからなくても生活できるものが全てそろってるんですよ、はい、へえおもろいっすねそれでもうみんな覚えないっすそういうことか <laughs> もうそこで生活できるからみたいなねえそれが褒美ーー団地だそれが褒美団地ですねお、えー、じゃあ結構日本人の人も住んでるんですかそこは日本人も住んでるは住んでるです<ー>でもブラジル人の方が多いっすねであそうなんですね えそこで結構多分歌詞とかにも結構ホーミー団地のお話も入ったりとか、はい、あとはウエストホーミーレコーズとかそれはレーベルですかウエストホーミーはもともとラップやり始めた時に、はい、そのクルーでやってて、うん、ああなるほどでウエストホーミーっていうクルーでやり,やり始めてでまあ解散っていうかまあどんどんいなくなっていってうん、うん でウエストホミっていう名前に愛着あったんで一人でウエストホミはできないし<ー>それでウエストホミでコースっていうレベルをああそういうことか自分のインデペンデントで曲を出すためのそうああそういうことかラップとか、まあ、スケボーって最初言ってましたけどそのスケボーからじゃあそのラップに移った瞬間なのかそのラップを始めたの経緯とかありますか もう結構子どもの頃からずっと聞いててブラジルのラップとかずっとも子どもの頃から聞いてたんですけど、はいはい、ま自分でやるってはもう全然想像してなくて<ー>で、えー、っと友達がやり始めて、はい、でその時はもう仕事してたんですけど、うん、仕事帰りでみんながこの溜まってる場所があって団地の。はい そのたまり場でその友達がラップの練習とかしてたりとかしてて、うんうん、で俺一回酔っ払って、はい、<laughs> <laughs> みんなでいつも毎日そこで飲んでたんで酔っ払って冗談でやったんですよ、はい、そしたらできるやんみたいな<ー>でその時そいつらが組んでたクルーがあって、はい、でライブ決まってたんですよ<ー>でその中の一人が捕まってあらら で「お前できるやん」みたいななんか代わりにちょっと入ってよみたいな感じになってううライブがもう2週間後に決まっててはい、はい、じゃあもう曲作らなあかんなってなって3曲作って <laughs> それまで2週間で 2> その2週間で <laughs> なんでもうラッピーやる前からもうライブがもう決まっててライブ決まってるからやり始めたみたいな感じですね <laughs> 珍しい珍しいなかなかっすねそれでも曲作っちゃうっていうのはすごいっすね なんでもう自分でも、まあ、ずっと聴いてたからかな,<ー>なんかもう自分でもあんまけ分からなくてなんで作れるか分からなくて<ー>でまあ日本語もそれこそ日本来て23、はい、年とかなんで,うですよ、ね、もうなんか歌詞とかになんか片言のラッパーみたいな感じでやったりとか <laughs> 結構もその時日本語全然片言まあ今でも別に片言の時もあるんですけど<ー>その時はもう結構。 もう日本語を覚えたばっかの外人って感じだったんですごいっすねでも1 5六6ってことですよねだからもうその時は 16,、ね、16ぐらいか16ぐらいかえなるほどえ制作とかはもうその褒美ーー団地にスタジオみたいになあってみたいなえっといやまあ曲書くのはもう家とか<ー>その団地で書いてたんですけど、はい、ライブもうレコーディングせずにライブ行ったんですよあそういうことかそ<う>ビートだけビートだけ流して、はい、でも その歌詞でもなんかそのバックとかなしでライブやってレコーディングい,いつやったんだろうなまあでもその後なんかネットで調べてで地元になんかレコーディングスタジオがあってでそこ行って撮ったんですけども何も分からんくてでそこのスタジオもなんかもうなんて言うんだろうまあヒップホップやってないスタジオで。 あでそ,、ね、そのエンジニアも完全にもう撮ってあげますみたいな感じのエンジニアで、えー、全然何も教えてくれんくて作業って感じのしかやってくれんくて <laughs> で俺らもミックスとかそういうのも全然知らんかったんでそっかあのもう生のやつをもう撮ってそのままもう YouTube とかにあげまくってみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> いいえなるほどす、ね、何もからんかもわらったっす、ね、そっか、はい、そこで始めてでまあ、はい、クルーでや,やりつつみたいな感じで、はい、えどのタイミングでなんかもうこれやろうみたいな変わった瞬間なのかなんかそういうきっかけみたいなとこあったですかあーなんだろうなどのタイミングなんだろうまあなんか基本 俺は結構何かをやるときは結構本気で、うん、やったりとかするんすけどうん、うん、きっかけなんかあったんかな、まあ、最初はもうでも本当にもう友達同士でなんかもう集まって遊んでみたいな。 まあ結構最近まで遊び感覚でやってるます <laughs> 最でた <laughs> そうっすもうやりたくないこととかも一切や,やってこなかったし<ー>なんかなんでこういう取材とかも全然あんまりやったことなくて何か「ほみ団地」の取材とか結構何回かやったことあるんですよラッパーとして関係なしで「ほみ団地」にテレビとか雑誌とか結構来るんでう<ー>そういうのとかやったんですけどはい、はい、ラッパーとしてなんかこう。 曲格以外のなんかアーティスト活動って全然やってなくて今までそっか、はい、確かにそうなんか自分もちょっとリサーチとかでしゃってたけどあんまり動画のなんかインタビューとかもなくて確かにあんまり出てないんだなと思ってまあ記事とか結構出てるけど<そ>っていう感じ記事はなんでそうなんかどっちかというとそういうホミー団地関係の一、はい、回なんかその名越圭介っていう、はいあのー、カメラマンがいるんですけど、はい、なんか世界を回って、うん、なんか割と なんかそうダークな方を撮るカメラマンでなんかそのフィリピンの刑務所とか,なんか地下のとか,なんかそのいきなり行ってもうそこにもう住んでそこで生活しながら写真撮るみたいででその人がなんかホミ団地に来てで2年ぐらい住んでてでその人とその人がなんか1回なんか団地でみんなでたまってたら1回。 あの近づいてきてであれもうみんな含めんだろうみたいな感じでなんか写真撮らせてとか言ってでみんな考えまくって最初みんなめっちゃかんぐりまくってたんですけどまあ話してるうちになんか違うなーってなってどんどん仲良くなってでもずっとこう一緒に行動したりもうなんか写真撮ったりとかもう多分あのカメラを募集されたら何人も捕まるっす <laughs>。 マジすかそれぐらいもう全部が入ってるずっと写真撮ってるんでそういうことかもう喧嘩とか始まってももう普通だったらちょっと焦るじゃないですかそうすねもうパシャパシャパシャめっちゃ写真撮ってるもう生粋のカメラマンやだええすごっそうすねでも結構じゃあもうホーミ団地ってんか一つの結構あれなんですかね世界というかそうっすねそういう感じなんですかねでそういう写真集が出てでそのまあその名越圭介がそホーミ団地とかいろいろやってた ことでなんかどんどんいろんなメディアがなんかホミダン「ほみチホほみンチって<ー>でそのほみンチに入り込めないからそのペ、はい、もうそもそも「ペドロ」で出てるんですけど本名であ,あペドロが本名で,、ね、でペドロがパイプやってくれるもんでみたいな感じでそのほみンチの取材あったりとかそういうことかそうすなるほどっすねえー、いやほみ団地っていうのは結構なんかやっぱ日本って まだその移民とか結構少ない国だと思うんですよね<ー>自分もミックスで結構最近ミックスの子とかゲスト呼んだりとかしてたんですけど、はいはい、結構移民少ないけどブラジルの移民とかは結構いるのかなっていうイメージあってブラジル多いっすね多いっすよねブラジル結構、まあ、最近ベトナムとか,あ確かに東南アジアが多くなってきたんですけどでもブラジルは結構断トツで多いと思います確かに確かに、はい、え結構そのコミュニティって結構強いんですかねやっぱお互い助け合う文化って 結構あります助け合あそれもあるんですけど、うん、な何か,、ね、<ー>かそれこそホミ団地とかで、うん、その日本人と仲良くしてるやつがいなかったりとか、うん、その前は。あそっかなんかブラジル人同士はブラジル人同士で歩いててみたいな。うんうんうん で、逆に、なんかもうブラジル人ってすごいなんか、もう俺はブラジル人だみたいな、癖があって。そうなんですね。<laughs> そっかそっか。結構悪い意味でも、なんかその、ここはなんか日本だからこういうのダメだよみたいな感じで言っても、俺はブラジル人だみたいな、うん。ああ。ブラジルでそんなのまま生活するみたいな。だからもうホミ美団地がもう結構もうブラジルみたいな感じになってて、はいえーはい。はい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 。で、そうっすね。なんか、 固そっかそっかで褒美団地なんても逆にその要は日本人えっ、ー、と日本にいる、はい、その外人とかがなんか、はい、外人だからいじめられたとかっていう人とか、はいはい、よくいるじゃないですかそうですね結構褒美団地ってちょっと逆なんですよあ逆なんだあの日本人なんだみたいな <laughs> 感じの。<laughs> <laughs> 感覚があって。<laughs> ああ、そうだそうす。なんで、それこそなんかその外人、な外人だからできなかったこととか、うんうん、なんか、うーん、外人で入れないとことかは、まああったんすけど、<ー>でもその外人で差別されてるとあんまり感じたことなくて。 へ<に>そうなんですねそうす結構珍しいかもしれないですねっすやっぱコミュニティがあるからっていうのはあるかもしれないです、まあ、あんま気にしてないっていうのもあると思うんすけどあ。あんま気にしてないないですか <laughs> <laughs> えどうですかなんか周りの多分まあその例えばプレイソンっていう人物を知っている人はまあブラジルっていうのはと分かると思うんですけど <laughs>、はい、なんか結構違うところとか行ったらやっぱ外国人アスカイとかはあんまされない,ですかいやまあたまにこうここが。 こっちが日本語で喋ってんのにずっと英語で返してくるみたいな、はい、<laughs> いやもう日本語で喋っとるやんみたいな <laughs> あるあるっすね <laughs> それとかあるっすけど、まあ、別にそれは別なんか差別として受け取ってないんでなるほどですね、はい、え結構今やっぱ自分のブラジル人としての誇りみたいな結構強いっすか人結構日本人 で好きななところもいいっっぱいあってなんかその辺はは結構合わせてるる部分はあると思います好きだしなん,かそのなんか例えばなんか日本の常識とかもう俺はブラジル人だから関係ねえとかはそんなに思ってないですねどうしても合わんこととかもあるかもしれないそうととあいですよねどういうとこだったかんか最近思いつくことであこれちょっと合わなかったなとか難しいなって思うこととかってかありました あーまあそれ、まあ、さっき、はいあのー、近くのなんか,こうなんか地元のこう、はい、め飯みたいな感じに行ったんですけどあっすねあすする音無理だめちゃめちゃイライラしす。<laughs> でもその日本人からしたら、はい、それはあれっすもんねそのそうっすねあのなんて言うんだろうマナー悪い ってならなないですもんねなかなかそうっすね割と多分ラーメンとかすするもんみたいなイメージあるというかそうすそれがめっちゃ無理であめっちゃ無理だった <laughs> あのー、18歳の時少年入ってたんですけどごはあの時に20人ぐらいでホールでこう座って食べるんですけど、はいはい、ラーメン出る時も地獄だったっす十、ね、<laughs> <laughs> 19人がもうラーメンすすってるんで「<laughs> <laughs> とか言って、まあ「マジか」 <laughs> <laughs> 確かに確かにそれは結構みんな言うっすよねそうす確かにそっかえ少年院はな何で入ったんですか聞いてもいいですかは<わ>強盗っすね強盗だ、はい、どういうんとは結構あのー、複雑な事件だった でいろいろなんかこうめくれなかったとかこととか、はい、あったんですけどはい、はい、それでまああんまり喋ってないんですけど結構、あのー、違法のところとかを、うん、その要は警察呼べない側だからそこを叩きに行くとかはい、はい、っていうのはよくやってて10代の頃は。で まあ、その時はもうやりすぎてちょっとそ違法なのに警察呼ばれちゃったみたいな <laughs> う<ー>そうそう,そうはいはいはいって感じですかねなるほどっすねえ結構あれですよねなんか敵対ギャングに襲われて瀕死になったとか <laughs> ああ<ー> <laughs> えっとスパークっていうトヨタそのトヨタ市なんですけどホミタ、はい、でクラブ一つあったんですよ、はい、なんんか田んぼの ど真ん中のなんか一軒家みたいな <laughs>、あのー、クラブがあって、はい、そこでいつもライブやったりイベントやったりとかしてたんですけど、はいはい、えっと岡崎俺らなんかずっと赤のギャングみたいな感じやっててで岡崎が青だったんですよ、はい、岡崎市っていうところが隣町なんですけど,はい、はい、ど青のギャングがいて。 で青赤と青だから喧嘩したわけじゃないですけど<い>たまたまそこで、はい、なんかこう喧嘩になって<ら>乱闘になったんですよ。お<ー>で乱闘になってでもそのクラブの外でばーって、はい、あのもう畑の中とかでも殴り合ったりとかしても結構もう映画みたいな感じになったんですけど <laughs> <laughs> なんかもうこっちが結構人数多くてこっちの方が。結構 向こうがもう不利みたいな感じになって<ー>でその恨みみたいな感じがあったのか分かんないですけどあ向こうの,その要はギャングに入ってないその,そ,のその時のギャングのボスのお兄ちゃんもその時おって、はいはい、で俺殴っちゃったらしいんですよ。 あそのでも結構そのなんかみんなの大先輩みたいな<ー>殴っちゃったらしくてはい、はい、で全く別日に、はい、あのクラブおったらいきなり後ろからこう,こうバーンってきて、はい、もう俺はもう何も覚えてないんですけどはい、はい、もう倒されて顔蹴られまくって<ー>で一人友達が上に乗っかって、はい、でそのもう俺はもう急死なってたんで。 でその友達がこう全部食らっててその代わりに途中からでえっとまあ目が何数分後とかかなうん、うん、目が覚めてでどこだってなって探しにもう顔がもう血だらけらしくて <laughs> う,う,うわでもそれでももう探し回ってクラブの中で。<laughs> で気づいたらなんかどんどんこう息が苦しくなって救急車呼んで,で救急車の中でなんかこう救急車なんかこう圧迫された感じになってああ止めてくださいみたいな感じになってでもどんどんなんか息ができないみたいな感じになってで外もう救急車の外出てでどっかでなんか倒れてなんか友達が心臓マッサージ やったらしいんですけど、なんか心臓止まってたらしいんですけど。マジっすか。俺もなんかよく覚えてないんですよ。はい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 。あ,あ,ね、あんま記憶にないんですけど、はい、でもなんか。あのー、子供の声とか。はい、なんかそういうのは、なんか。薄く覚えてます。はい、あれあるじゃないですか、なんか。そう、まとうですか、うんそ。それかなっていうのは、薄く記憶はあるす、はい。ええー。うわ、なかなかね、<laughs> ハードな。 でも結構そのリアルトラップとかも結構もうがっつり結構ギャング系のまあ結構ちょっと昔かもしれないですけどあのまあエリック・ビー・ジュニアさんとやってるやつとかけどリアルトラップ結構なんかがっつりな,んかなかなかないじゃないですかすごいまあギャングスターラップっていうのかちょっとトラップっていうのがちょっと難しいところであると思うんですけど日本で多分がっつりやってる人結構少ないのかなっていうふうに思っててでなんかそれは当時に実際に自分がやってたこととかをリアルに。 そうっすねお<ー>ちょっとそれの歌詞で気になることがあって聞いてもいいのかちょっと分かんないですけどえっとなんだっけなえっとあいつの BM には 1K っていうあの歌詞あったじゃないですか <laughs> あれ何が入ってたんですか 1K1K は1キロっす 1kg はな何が 1kg 入ってたんですかマリファナスマリファナだ 1>, <laughs> 1キロのマリファナいか <laughs> <laughs> チースでハハハハハすハハハ <laughs> へえエルク・ビジュネス君とはその前から知り合ったんですかいやそのリアルトラップ作るってなった時に初初,初対面でみたいな、はいおおいえー、なるほど T あの t ダ t o p ギャングのビートメーカーはい、はい、あいつがなんか最近やばいやつがおるみたいな感じであの 聞かせてくれたんですよ<ー>エリックのあの割れ書き,き、はいはい,はい。それをそ,その時期めっちゃティーと、うん、めっちゃ昼まではんか飲むみたいな遊び方も毎回しててで毎回そこでその自分で好きな曲流せれるバーがあってそのバーで毎回こう そのエリック聞くようになって。そうだった。<laughs> で、めっちゃみんなで盛り上がってみたいな。でもなんか、ちょっとこいつの曲作りたいなみたいな,感じな。はい,はい、はい、それでなんか DM かなんか多分したと思うんですよ。そうなんですね。すあれも結構いい曲ですよね。そうですね。あれ結構、ライブ一番盛り上がってるかもしれないです。あ やっぱそうなんだまあ遊,び、まあ、遊びの遊びはもうちょっと <laughs> あれはもうレベチな感じですけど遊びの次に一番盛り上がってるんですね <laughs> 今でもうそうなんですね、はい、もう何年前の曲ですかでもあれあれ3年前ぐらい三年前ぐらいか、はい、へえ結構クラシックっていうかそうですねで,すねであのトランクのせて山に拉致っチ歌ってる時に、はい 毎回誰か選んで胸ぐら掴むんですよその目の前にいるお客さんとかそれでもみんなうわみたいな <laughs> そうなんだそうった <laughs> んかその嫁が初めてライブ見に来た時にそれを見てめっちゃびっくりしててえ喧ケンカケンカみたいな <laughs> 確かに何もしないで見たらそうなるですよねそう <laughs> ななるほどです、ねえー、なるほほどどすねいいいなそそっかそっかかやそのヒップホップ感というかなんか結構なんかツイートとかでもまあこういう多分最初こういうイメージが結構強いっていうか、まあ、リアルトラップとかもそうだけど、はい、まあ盛り上がった曲がそういうギャングしたトラップな曲が多分盛り上がったからとは思うんですけど、はい、結構そのギャング っていうイメージ結構強いと思うんでですよも結構ツイートとかでもなんかギャングから成り上がろうとしてるというか音楽とかで、はい、まあギャングから、ね、成り上がるための楽曲なんだけどプレイソンっていうキャラクターを作っちゃったせいでちょっとそこから抜け出しづらいみたいなはい、はい、多分ツイートとかストーリーとか載せてたと思うんですけどそうっすね、はい、それあのー、最後逮捕された時に、はいあのー、24歳。うん の誕生日とかぶってそっか留置所でそうっす、はい、で何か25歳までに変わらないとなかなか変われないみたいなああきれい、ね、なんか見たことあって24歳の誕生日留置所におってうん、うん、これやばいなみたいなうんなんかなんか慣れてるんで、はい、その中の生活、はい、慣れてるんで別にいいんすけどなんか そういういいいおっさんにななななりたくないなみたくみ<ー>留置所結構いるんですよなんかこう悪さ<ー>自慢ばっかしてくるなんかもう40代のやつとかでそういうやつになりたくないなみたいな感じで思ってうん、うん、ちょっともうそろそろやばいなと思って、うんうん、ただやっぱそのプレイソンっていうあのなんかあれができたそうっすよね 以上自分なんかすごいその辺こだわりがあってそもそもあの貸し掛けなくなるんですよそういうことやってなかったらあそういうことかはい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 その今やってることを現在やってることしか貸し掛けなくてで逆に出したら出したでその出した後にやめても、うん、なんか自分の中ではなんか引っかかってて。はい なんで邪魔なやつら許さない殴って頭を踏み潰すっていう歌詞を歌ってんのに、はいうん、じゃあライブ行って喧嘩売られて殴らんかったらあの歌詞がじゃあ嘘やんみたいな、ね、そ,こそのあれにループにはまったんすよ<ー>じゃあもうライブ行って舐めてるやつおったらもう殴ったろみたいな感じになってでも結構もう抜け出せれんくなって。ははい、はい どううしようみたいなうん、うん、ってなって解明したんですよ。ってことですよね。プレイソンはもう無理だみたいな。<ー>まあプレイソンやっとったらもうまた捕まるぞみたいな感じになって解明して、はい、でそのプレイソン本当は解明したくなかったんですけどうん,うん、うん、もう本当にその自分の。 人間性を成長させないとプレイソンができないっていう意味で解明してあ,あそういうことかでその解明の1年ぐらい解明してたんですけどはいはいそうっすね解明じゃあ悪させずにどうやって曲作ればいいかも分かんなくてじゃあどういう曲を書いてどういう感じでやればいいのかもう一切何も分かんなくてうんうんうんうほんとゼロからみたいな感じになってあなるほどそうっすはいはい もう曲作りまくって1年で60曲ぐらい出したんですよ <laughs> 確かにめっちゃ見たっすね <laughs> ペトドラダコッ名前変わったと思ったらめちゃくちゃ曲出てたっすもんね <laughs> フィーチャーとかももうほんと60曲ぐらい出てる1年ででもそれがもうほんとに修行だと思って <laughs> はい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 であとはもうそのうんとじゃあもうその悪させずにどうやってどういう歌詞を書くのかどうやってラップやるのかとかやってえっと まあ、プレイソンに戻した時に、はい、逮捕されずにプレイソンに戻す方法を勉強してましたへえ<ー> <laughs> そういう一年だったんですねそういう一年だったわなるほどえ自分の中でその答えみたいなの見つかったんですかそのわジさせずにプレイソンをできる答えみたいのはうんと答えっていうか、うん、ま,あまず歌詞は、はい、あのー、それより そのギャングとかより、うん、さらにちょっと上のレベルにいったイメージで今やってるんですよ<ー>あれ昔はこうだったけど、はいうん、もう今はもう,もう一つ上のレベルにいってはい、はい、もうだからもう喧嘩売られても別にもうお前しょうもないでお前殴る価値もないとかだからその「リアルトラップ2」の時はなんか殴る価値もねえとか言ってるんですよああ、はい、そういうことかそう値す,はいはい、はい、すね で自分もうあの歌詞って多分自分に聞かせてるんですよ。うんでそういう歌詞歌うことで,でもう次喧嘩を売られた時はもう殴る価値もねえなって思えるようになってあ喧嘩しなくなるとか。なるほどっすねそう,ですそういうことかへえわでも結構それめっちゃくちゃおもろいですね <laughs> 結構俺<ー>曲全部、はい、もう本当自分にう自分に聞かせてるようなふうになるんですよね 自分の書いた曲が自分に対しての言葉というか。ええ、そういうことか。なんかして、ちょっと危ないなって思って書いてます。うん、ああ、そういうことか、自分の言葉が結構現実になってくるというか。ええ。へ<ー>やっぱ自分の気持ちと繋がっていくんです。まあ、そうですよね。確かに、確かに。え、昔の曲を聴いたりとかも。例えば、まあ、リアルトラップの、じゃ、その。この修行の前の自分のプレイスの曲とか。はい、そういうのを聴いたりとかするんですか。 普段自分の曲かかないですよあ聞かないす、ね、聞かないすおでですすよ結構珍しいかもしれないですねそれふだ、はい、自分の曲聴かなくてはいなんか制作中、はい、だけはめっちゃ聴きますうん出す前はめっちゃ聴きます出した後はも聴かんくなりますあそういうことなんだそれは何でなんですかもう気持ちがそんなに聴きたいって感じじゃないですかいやもうなんか 次次っていううう気持ちにに入るマインド的の曲作ろうそうっすねなるほどですね、まあちょっと。解明について結構聞きたかったっていうのはあったんで、はい、めちゃくちゃ良かったなと思ったんですけど、はい、なんか最近は結構なんかラコステまあ今日も着てらっしゃいますけど、はい、ラコステを着た上品なラッパーみたいな,なんか結構そういう、はい、ラコステってタイ結構出てくるなと思ったんですけど、はい、なんかそういうのもそれに繋がってるんですかやっぱそのプレイソンの次の自分というか。 いやラコステはプレイソンの時もやっとってああそっかそうっすラコステはえー、っとファッション興味なかったんですよおおはい俺ラップラッパーになる前ははいユニクロ行ってはい 7万ぐらいの買い物をしてユニクロもうバーって買って3年ぐらい買い物しなかったです。<laughs> えー、マジっすかいや、そうなんだ。確かにファッション興味ない人の買い方だ。<laughs> そんぐらい興味なかったです。えー、あのー、色とか、うん、なんか合わせ方とかそういうのは気にしてたんですけど、最低限。はい。でも本当にもうなんか無地の T シャ,無地のシャツになんか、はい。 半ズボンかなんかデニムかみたいなのばっかでああそうなんだそうっす全然興味なくてでラップやり始めてまあある程度ちょっとこうラッパっぽい最初はなんかちょっとシカゴとかそういうなんかラッパっぽいやつそれこそ一番人生で一番最初のミュージックビデオめっちゃ言われたのが俺シカゴのパーカーに「 別のチームの帽子かぶってるんですよ。<laughs> <laughs> そんぐらいまた今日あったんで、分かんなかったんですよ。で、めっちゃ言われて、それ。そいや、もう知らねえよ、<laughs> みたいな。なるほどね。<laughs> そう、そ、そ,それもその帽子なんてもう、うんうん、その日、友達になんか、<laughs> 帽子ないみたいな。もう今日ミュージックビデオなんだけど、なんか帽子ないっつって貸してもらったやつなんですよ。まあ赤だったら何でもいいよっ、つって。<laughs> <laughs> なるほどねそ,それがとかあって <laughs>、うん、であの「リアルトラップ」の a p 作るときに k − d o ックっていう、はい、その名古屋のラッパーがいて、うん、その k − d o c が俺「やすくん」って呼んでるんですけど、はいあのー、やすくんがあのー。 その時投資してくれたんですよおよビデオとかのあのその EP を作るために何ううか,そ,うっすなんかその時結構なんかどん底に行った時があってうん、うん、でその時もちょっと悪いことやめようってなってた時期で悪いことやめたらどん底になるっていうのがもうめっちゃなんか食らっててんか悪いことをやらないと稼げないみたいな感じになってでちょうどそのん その時東京で喧嘩して、うん、捕まって示談、はい、金150万ぐらい払って出てきた後ででイベントとかやってたんですけど、うん、コロナ入ってでコロナでイベントがもう全然だめになってあそっかでもどうしようみたいな。うううんうんうん、うん でそれまでしかも俺一人でラップやるの好きじゃなかったんですよあ,あはいはいはいなんでリアルトラップが初めて自分のプレイスーの作品なんですよあ,あそういうことかそう一番最初の EP がバックスと出したやつでうんうん、うん、でバックスがなんかそのラップスター優勝して、はい、なんか俺ちょっとあのイエローバックスに一回ちょっと集中したいみたいな感じでいってでバックスがそうなった時にどうしようなーみたいな誰とやろうかなーみたいなバックス考えてて。<laughs> <laughs> でツーマリツーマリはもうあのホミ団地の,もうそのうブラジル来た時からの友達なんですけど,あなるほどでツーマリと EP 出してとかそういうのばっかだったんですけど,なるほどでその時にもうなんかもうやるしかねえなってなって自分でやろうみたいな感じになってでもう安くんに電話して安くん俺も,もうマジでやばいんでもうちょっともうラップ本気でもう。 本気出してみるんで「ちょっと金出してください」みたいな「うん、いいよ」みたいな<ー>でその要は投資みたいな感じしてくれることで、うん、なんかその、まあ、これはこういうふうにやったらこれはこういうふうにやったらみたいな感じの思いとってで一回なんか金ポンって渡されて「はい、ちょっとお前なんかブランドのパンツ買ってこい」みたいな「<laughs> パンツ」みたいな。 パンツ見えないんで、何でもいいじゃないですか。<laughs> <laughs> まあ、確かにそうなんですよね。<laughs> パンツ見えないんで、何でもいいっすよ。みたいな感じしたら。いや、ダメだ。もうブランドのパンツ買ってく。ほう。ああ、まあ、わかりました。つって。はい。ドンキ行ったんですよ。<laughs> <laughs> とりあえず、ドンキ行ったら。は、まあ、い。いや <laughs>、確かに。ドンキ行って。で、ラコステが。あって。うんはい、ラコステのパンツがあって。 ブラジルのラッパーあそうなんだそうっすねラコステパってラコステ見たらあブラジルのラッパーみんなラコステ使ってるし俺もラコステにしようかなみたいな他のブランドとか興味なかったんでじゃもうラコステにしようってなってそこで始まったんですよへえそうっすねおおろいっすねそっからじゃあラコステをそ買い始めてもうんかじゃあブランドなんか 使う時にはもうじゃあラコステみたいな感じになって気づいたらもう好きになってたんですよめっちゃ好きになってそういうことかそうっすなるほどねでもラコステめっちゃ買いまくって最近なんてもうファッション自体が興味持ち始めたんであほいほいほいなんでそのラコステに何のブランドが合うかみたいななんかラコステの服にちょっとグッチの化け肌やったりはい なんか何が合うかなっていろいろ試してな。なるほどっすね。そっ,すそっからなんだ。ええー、ブラジルってそうなんですね。そうっすね。確かに。ラコスでも悪いですよね。日本で着ている人、確かに少ないかもしれないですよね。日本,ね日本少ないっすよ。ね、他のブランド比べたら。いはい。ええー、なるほどね。 多分ラコステイコールなんかその地味なこうポロシャツとか,かおじさんが着てるような感じが強いと思いうか最近はともうどんどん派手になってきて確かに確かにこれとかも結構ねそうっすね確かに確かにおしゃれな感じになってきてなるほどっすねそこでラコステが始まったんですねえこのなんかあの,あの、ね、俺は寝るときのパジャマさら上品、はい、これは どういうことなんですか。これをラコスしてパジャマとか,か。ラクセのパジャマ着て。そこも寝るときはラクセだ。<laughs> なるほどですね。いいですね。いいで、ね、すね。そういうことか。え結構なんかまあちょっとさっきあのイエローバックスの話も出たんですけど、結構あの自分が最初多分プレイソンさんを見たのもイエローバックスさんとの多分 ＥＰ だったと思う思うんですけど、はいはい、今はどうなんですか。昔は結構いろいろやつイメージあるんですけど。ああ。 もうちょこちょこでもやっとるっすけどねああそうなんですねそ,うっす、まあ、それこそこん今回のアルバムも入っうん、うん、てて、はい、その最近デラックス出したんすけどデラックスはバーってフューチャーリングいっぱいいるんすけどうん、うん、そのデラックスの前のやつはえっと名古屋の人しかおらんくてうん確かフューチャーリング3人しかいないんかな 結構少なかっベイビーオニックスはあのー、ホミ団地の後輩でお<ー>こっからちょっと育てていくやつがおってそいつ入れてでキャンディリップってやつはんかそいつもなんかあのウエストホミで EP 作って、はい、ウエストホミは入ってないんですけど、はい、ウエストホミでちょっと EP 作って<ー>なんかこいついい感じだなってそいつもブラジル人なんですけど。えー、とバックス。 しなるほど、はい、はいはいはい、はい。まあバックスは結構まあラッパー友達っていうかもう普通の友達みたいな感じにはなっててな,なってるですねちょこれ聞いていいかちょっと分かんないですけど、はい、あのやっぱ AK さんと、はい、結構いろいろあったじゃないですかいろいろあったのかな,あったな,か,な,なかった えでも結構言ってるじゃないですかあのポップスも真似してるおっさんとか。いや俺嫌いなんですよ普通に。ああ AK、S、さん,なんで B 風とかじゃないんですよなん<ー>そもそもなんか AK のことをなんか言った時とか、はい、も一切相手にタグ付けしたりとかしてないしあそっか,なんかもう本当に単純に嫌いなだけで、うん、<laughs> <laughs> 普通嫌いなだけで。 <laughs> 全然そのビーフとかしてないしなんかされてもないしはいはいはいあそうなんだそうすえななんで嫌いすかなんかいるじゃないですかなんかこいつ嫌いだなっていう,あ<ー>もうなんか多分もう性理で、ね、生理的に無理ですねああ<ー> <laughs> <laughs> シンプルな理由だった結構シンプルな理由だったんですねんあるっすよいろいろ話ああああ話せないことがそれああそれ結構 失敗したなって思ったのがそれこそなんかアーティストをちゃんとなんかちゃんとアーティストをやってないって話したじゃないですかんかそ,それこそブランディングとか見せ方とかあんまり考えずに思ったことを言ったりとか、うん、なんかもうパッと思いつくで、まあ、なんかこいつムカつくなみたいな感じで思ったりとかしたら <laughs> もうそのまま言っちゃったりとかするんで。<笑><笑> あんま考えずにんかインスタライブとかもやったんすよんかみんなにめっちゃなんで嫌いか聞かれるんでなんで嫌いかインスタライブやったんすけど言えないことが多すぎてそっかそこで中途半端になって結構誤解する人も多くなってはい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 んかで自分でちょっと一回見返したんすよ自分のライブ客観的に見たら あこれ結構誤解するかもしれんなみたいな<ー>なんかちょっとなんだろうなちょっとビーフで炎上させようとしてるのか何かちょっとジェラシーなのかみたいな誤解されてもおかしくないなーと思ってあんま言えないなら黙っとこうみたいな感じでもう言わんくなったんですよ。 最後に説明して言えないこともいっぱいあるしでも単純に嫌いなんででももうこれ以上は言わないんでみたいな感じになってそういうことかそうなるほどですねんか言えない話がいっぱいあるんいっぱいあるそっかでも人を巻き込んじゃうんでなるほどですねそれは確かにちょっとねなかなか言えないですね嫌いな人めっちゃ多いっすよ嫌いな人が多いタイプなんだもともといや違うあ AK さんも嫌いな人が多いってことかでもみんなやっぱ 絡んで得あるんで、うんはい、知名度も金もあるしまあそう、ね、でなんかみんなうまいことやってるんですけど、はい、俺そういうの無理で<ー>俺嫌いなやつと絡めないんですよねはい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 でもまあそのうまくやってる人たちとかはもう巻き込むわけな、ね、い <laughs> 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 確かにそうですね自分だけで終わるならいいけど<う>他人も巻き込んであですねそうっそうかまあ確かにねなんか名古屋の後輩はあまりでもフックアップしないみたいな ことはちょっと手渡しくて。あれまあ、名古屋の後輩っていうか、はい、まあ、その、そもそも自分のことしか考えてないんだろうなっていうのはもう結構あって。うん、なるほど、なるほど。うん、まあ、そのバックスとかとやり出したのも、もう結局、 バックスといややるる価値があっったからやってるだけであってでもその前から俺もバックスもずっと名古屋におったんで確かに確かにまあ確かにそうっすよね。名古屋の後輩として見るんだったらもっと前に見れたんじゃないかなとは思うんですけど確で今まあなんかそういうふうになんか名古屋帰ってきたみたいな感じでちょっとなんかまとめてる感をなんか出してきたんで大丈夫かみたいな。 <laughs> 大丈夫かみたいな確かに <laughs> えでもイエローボックスでも結構やってるからなんかその辺とかもどうなのかなみたいなまあ聞いていいか分かんなかったんですけどそこは聞きたいなっていうのが俺その嫌い俺が嫌いなだけでうん、うん、じゃあ俺が嫌いだから俺の友達も絡むなとは思わないしまあそっかそう,かそう確かに確かにだからその辺はもう全然別で見てるっすねうーん なんか応援はしないし、うん、そのだからバックス AKYB とか別にやらんかったらやらんほうがよかったかもしれんなって自分的には思うんですけどでもそれがバックスのやりたかったことだし目指してることでもあったんでなんか、まあ、その辺に関しては別に俺が口挟むことじゃないなうん、うんまあ、確かに感じっすね。だからそれこそ あのなんかバーとかいる時とかカラオケで誰かが AK 歌いだすとはい、はい、結構気使われたりとかするんですよ <laughs> 確かにそう、ね、<laughs> ででなんかこの前面白かったのがそのガールズバー、はい、後輩のガールズバー行って、はい、でその店長が女の子たちに「はい、絶対 AK 歌うなよ」みたいなみんなに LINE 送ってって,って。あ でそれを見せられて <laughs> めっちゃこいつは面白いなーっつってもうわざと AK 入れさせてあ逆にで <laughs> 顔顔見とったらもうめっちゃやめろやめろみたいな。<laughs> めっちゃ焦っててでもわざと「お前この店 AK バック流れとるかやみたいな感じ言ったら「本当すいません」みたいなドッキリとかやったんですけど全然気にしなくて普通に曲に対してなんかもう歌える曲もあるし自分も別に知ってる知ってるは知ってるんでやっぱ中学校の時とかは多分。 一番来てる時、<ー>なんか雨音とか、<laughs> <laughs> そういうのとか全然知ってるんで、そっかそっか、あの気にしないですね、それは普通に人間が好きじゃないなだけで。はいはいはい。 そういうことか。なるほどですね。ちょっと聞きたかったことヒリヒリありがとうございます。<laughs> すま <laughs> そっか。いやー、結構なんか、まあ、その、まあ、楽ステの流れではあると思うんですけど。うん、なんか、その、はい、日本のラッパー像みたいなところの話もちょっとしてるのかなっていう。はい、例えば、なんか見せかけで成り立つこのシーンとか、はい、MV の時に来てるブランド品とか、はい、こういうのは。 あれですかその日本のラッパーの、まあ、今現在のラッパーとかに対してのメッセージというか、はいはい、話なんですかうーんなんかそこはそこも結構難しいとこだと思うんですけど、はい、まあ誤解されやすい内容ではあるんで、まあ、難しいんですけど俺は、まあ、ラ,ッパーとあラ,ラッパーとヒップホップアーティストを見よ、うん ここ別で見ててラッパーとヒップホップアーティスト、はい、そう別で見てて、はい、ヒップホッププホアーティストが多いなとは個人的には思ってるっす日本はああ<ー>何かラッパーってもう生き方じゃないですかなるほどなるほど確かに確かになんかヒップホップが好きでヒップホップやりだした人別にやるなよって思わないっすけど俺からしたらまあヒップホップアーティストだなって。 うん、うん、う,んうん。なんか、うん、まあ、そうだな。<laughs> どこまでいっていいんだ <laughs> <laughs> 全然、もしあれがたら、あとカットするんで。そうっすね、うん、まあ。うんと、ストーリーとか。はい あんまり載せないい人多いっすよ、ね、そのあんまり出ないブランディング、ね、表にあんまり出ないブランディングみたいなああちょっとわかるですねなんかそれって自分の生活がつまらんからじゃないのって思うっす,すごい<ー>見せるもんがないっしょみたいなほいほいほいなるほどなるほど だって海外のアーティストたちとか見てるともうストーリーてんて,んて,んてんになっとるにですよ。でもそれなりの刺激のある生活をしてるからそうやってストーリーに出るんですけど確かにそれはもう家でずっとネットフリックス見とったらものせることないだろうなって。確かに,確かに <laughs> なるほどっ,す、ね、<laughs> っていうのはあるっすね。うんなんかあんまなんだろうな。 人間としてはあんまラッパーじゃないだろうなって思うし、うん、私生活はい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 、はい、っていうのは思うっすねおえ自分的にそのラッパーってどういう人物ってなんか言葉にするとどういう感じなんですかねん,なんか言葉で言いづらいっすねはいはい 言葉で言いづらいですけど、うん、俺リッキーとビーフしちょったじゃないですかああそうですねでめっちゃムカついてたんですけど、はい、なんか途中どんだけまあその人にムカついてても、はい、まあ認めることは認めるしじゃあそのビーフの途中でなんか出したなんかちょっと礼儀っぽいやつがあったんですけどめっちゃもうビーフのど真ん中だったんですけどこの曲はいいなって。 っんかそれ認めるとかは認めるんでなんかリッキーを見てたらそれまであんま見てなくてはい、はい、リッキーを見てたらなんかそのむかつくとかうざいとかバカとか <laughs>、うん、<laughs> <laughs> まあいろんないろんななんか。 目線で見れると思うんですけどはい,、はい、いろんな人がもちろんねうんうんいろんな人が多分いろんな目線で見ると思うんですけどまあ一つこうこれは認めなあかんなと思ったのは結構性格はラッパーだなと思いましたうんなるほどなるほどなんかちょっと言ってること分かるかもしれないです何とか分かるかもしれないですねヤンボイ P とかもなんかこいつラッパーだなって思います、はい、おおなるほどなんかもう なんかもう人間がなんかそのラッパだなって思います。うんうん、なんか,か言葉で言いづらいんですよね。言、えー、いづらい,いんだ。なるほどですね。はあ、まあでもなんか要はその自分の私生活をどう曲に落とし込んでるかみたいなことなのかな。違うか。<laughs> ライフスタイルがなんか。<laughs> ね やっぱラッパってちゃんとしてないんですよねそもそも<ー>そういうイメージがあるっすあそっかそっかなんでまあなんかもうこうアーティスト活動を頑張ってる時点で<ー>もう結構まあヒップホップアーティストだなっていうのはあるっす <laughs> なるほどっすねそっかそっかそういうことか,か簡,単と簡単に言うとねなるほど、うん、なるほどなるほどラッパってもっと適当だろうみたいなのは思うっすねそういうことか あなるほどねはい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 えー、で日本ではなんかそういう人よりは結構少ないなっていうかめっちゃビジネスやってるっていうかビジネスっていうかまあそのアーティストやってますよねアーティストやってる音楽家音楽家ああそ,、ね、そういうことか音楽家からアーティストまあ個人的なあれなんですけどねそれが正しいかどうか分かんないしうん、うん、で別にそれ悪いとも思ってないですけどって感じっすね いや、ね、大丈夫ですいやでもなんかこれは多分いろんな人がどういうふうに思うか結構,結構おもろいなんかあんまりこういう話はな,なかったんで多分今ので結構なんかおもろいんじゃないかなと思うんですけど、はい、なるほどねえ,ー、えじゃあちなみにさっき、まあまあ、リッキー君とか<は>ヤングボーイ P さんとか名前出たんですけど<は>なんかまだやったことなくてこの人とやってみたいなとか曲やってみたいなみたいな人とかやるんですかやったことなくてやってみたい。 最近注目してる若手とかでも全然大丈夫ですよ。それは近々に絶対やりたいのは一番パッと出てくるのは u s a ですね。ユーサグはい。あれ ?USAG は大阪のやつで、はいはい、最近なんか。 いいなと思,っていいと思いま <laughs> あそうだですね。え、まだあの一緒にコンタクトとか撮ってなもうあの一回会って、はい、たまたま会っておー、はい、で DM あのストーリーとかでも俺結構その,その曲聴いてるやつとか上げてたりとかしててうんでもうでたであそうなんですね97年ほうでもちょっと近々曲作ろうよみたいなはい、はい、は DM とかはしてるんですけどあそうなんですねおお 将来的に出る可能性が。あるって。ことですね。なるほど、なるほど。あ、ちょっと。あ,あ、すみません。あ、あ、あとは。本当に、まあ、やれる。なんでも、こう。誰でも。はい、誰でも。だったら、叶うなら。マチョさんっすね。おお。 もう日本で俺が一番やばいと思ってるだから確かあの人はやばいっすねえいいっすねそうただ緊張するっすね作るってな確かに緊張するか俺歌詞これでいいんかなもっと詰めた方がいいんかなみたいなちょっと浅すぎるから迷っちゃうあの人は結構やっぱなんかもう 感動するっすもん,、ね、う,んもう,うんうん感動しますね、はい、もう曲聴いててうん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 うに俺もそれはめっちゃ思うし何かあんまり知らなくて自分も、はい、なんかゾーンさんでやった曲とかあ<ー>、まあ、結構そフィーチャーゲット曲とか結構聴いてたんですけどんかあんまソロの曲とかあんま聴いたことなくて、はい、でもなんか今年結構 的に去年の終わりぐらいかな結構音楽的に活動なんか再開まあ再開って言い方したらあかもしれないですけどポップやつ出るみたいな感じでめっちゃ聴き始めていやこの人マジやべえなみたいなマジやべえ俺日本語わかんないとから聞いてるあマジっすかへえそんな前からオジロサウルスアナーキー KW 社員は日本語わかんないとから聞いてるその団地のはい 先輩に教えてもらって。あ、そういうことか。そうす。ええー、なるほどですね。すげえな。なるほど、なるほど。わあえ、ラッパーの、なんかまあ音楽制作でちょっと変わったあのー、話は変わっちゃうんですけど、はい、なんか結構その、今は結構結婚して、子供二人いて。はい、子供三人っすね。あ、三人か。三人あ、三人いるんですか、今。で、その、嫁とは一人っす。 あ<で>そういうことかその10代の頃の彼女と2人、うん、2> 子供を追ってああそういうことかそうっすはいはいはいあっ3人なんですね3人っすなるほどなるほどすいません失礼しました「いいリアルラブ」っていう EP をあの愛する妻に捧げた EP を出してると思うんですけど、はい、これも結構そのなんか今までのプレイソンとかっていうイメージちょっと違うというかた多,多分えっと みんラブソングああそうなんですねす結構何でもできるんすよさすが何でもできるんすけどアーコースティックっぽいのがやりたくてああそういうことか、はい、でまあアーコースティックには、まあ、ラブソングが一番合うかなと思って「うん、リアルラブを、うん」を作ったっすねうんそれは去年とかですよね 去年ですね、はい、それはあれですかなんかこれを作ろうと思ったかすごいアコースティックのインスピレーションがあってこれを作りたいっていうふうに思ったってうそうですねアコースティックを作りたいから始まってうん、うん、でまあアコースティックならラブソングがいいかみたいなうんでラブソングで作るんだったらじゃあちょうどこう結婚をしたっていうタイミングだからじゃあもう完全にこう。 うんこう嫁のための EP みたいな感じにしようと思ってはい、はい、ロマンチックやないいっすねいいっすねえどうですかやっぱお父さんでありながらラッパーでありながら多分いろいろまあなんかあのー、なんていうんですかね、まあ、生活も多分いろいろ違うのかなと思うんですけどそうっすねうん、うん、生活は結構変わったんすけどうん、うん、あのー、それこそ前そのさっき話してたように、うん あの歌詞がその時の生活次第で歌詞ができるんでそれ嫁が結構気使ってくれてて<ー>あの完全にパパになったら曲書けないだろうなってそういうのを結構気使ってくれててな,な,なてのてでその、まあ、もちろん家族の時間も多いし。うんうん あのいっぱい、まあ、遊んだりとか、うん、まあデートも,なんかもう子供預けてデー,トデートとかもするしでももう比べ行くなとか、うん、遊ぶなとかそういうのも一切なくて<ー>なんかもう分かってくれてるっすね。ラッパーらしい 少しでもラッパらしい生活をしないとラッパできないっていうのを分かってくれてるんで <laughs>、えー、それが多分でかい,っす、ね、で,かいですねでかいじゃなかったら多分俺結婚できてないですねですよね結構俺嫁に言われるのが「うん、あなたって本当に結婚向いてないと思うよ」みたいな「言わ <laughs> <laughs> れるんだ」<laughs> 言われるっすなんか本当に結婚向いてないと思うお あの,その喧嘩とかでじゃなくて普通に笑って言うんですけどめっちゃ合わせてくれてるんで,<ー>で俺も俺予定とかそういうのも全然決,、ま、決めないんですあんまり<ー>もう本当に思いつきでなんかあ今日どこどこ行こうみたいな <laughs> あ今日何々しようみたいなで結構意外と相談せずにやったりとかもするんで、はい、結構もう独身 ななのみたいな <laughs> <laughs> 確かに女の子からしたらねそうです,すよねそうっすなんでこの前も、うん、あのモトクロスのバイク買ったんですけど,どそうっすモトクロスずっとやりたくて最近モトクロスのバイク買ったんですけど、はい、で自転車もともと持ってて、はい、自転車でウィリーとかそういうのも好きなんで<ー>自転車も好きで、はい、でちょっとフラット自転車 の店見てたら、はい、めっちゃやばいやつあってそのまま買っちゃった <laughs> そうなしに <laughs> で嫁はストーリーで見て知るっていう <laughs> ストーリーでしかもああマジそういうのとかは、まあ、あんま結構向いてないなと思ってないんですけど <laughs> まあこう彼女だからうん こう,うまくやれてるんだろうなと思うすね。彼女のおかげですね、結婚生活がうまくいってるのは。な,えー、なかなかねいや、ラッパーと結婚するってなかなか難しいと思いますよね。<laughs> まあ、そうですね、すね確かに、まあ。ラップやってなかったら子供に何もしてやれないから、そうやったらラップで稼いで子供になんか何でもさせた方がいいかなみたいな,るほどなるほど。 まあそうっすねあるあるかもしれないですねラッパーあるあるなのかそうですね、うん、ラッパーって結構多分、うん、結婚し,し,しづらいなとしづらいそうですよね確かに確かにそれはめっちゃもうなるほどね俺女だったら俺絶対ラッパーと結婚したくないですもんね <laughs> 確かに <laughs> 確かに俺も嫌だな <laughs> 確かに <laughs> そうですよね俺も確かにそれはちょっと嫌だななるほどねまあ家庭のあれもあるんですけど結構なんかそのなんか クリスマスのチャリティーとかもやられてるってい聞いたんですけど、はいはい、これとかはどういうきっかけっていうかいつぐらいから始めてるんですかこれ一昨年年のクリスマスマ、はい、で、まあ一昨年と去年で2回やってるんですけど、はいはい、んなんかそのラップやりだして、はい、でずっとなんかまあ「0565」っていう、はい、そのトヨタの。はい 番号がもうこことかに入れてますけどずっとまあその三日西三河、はい、西三河トヨタホミ団地っていうのでやってたんですけど、はい、やっぱどんどん全国的に活動し始めると、うん、まあ名古屋っていうふうになくていくんでうんまあそれでまあ名古屋っていう。うん のをどんどんこうやりだしてでもなんか地元まだこう地元に何かやりたいなっていう気持ちがあったんであのまあ団地の子供たちにプレゼントを配ろうみたいな,なんかそれこそさっきなんかラッパーの話とかしてたんですけど。 俺かららしたらラッパーってめっちゃ地元を大事にする人間だと思っててううううんうん、うんそですねであのー、なんかフットスタースーパースターってより俺フットスターの方が好きでううううん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 、うん、なんかこう手に届かないアーティストっていうよりははいなんかもう地元の子供たちと遊ぶぐらいのスターがはいいいと思ってていいっすねうううんででそういう意味でやっぱあのー こう団地行って、うん、な子供たちにプレゼントあげて、えー、でなんかまあちょっと希望とか持たせたいですね子供たちにうん,、うん、なんかそのやりたいことで稼げるんだよっていう、はい、やっぱほみ団地の人たちって自然ともうなんかもう学校終わったらもう工場に行くんだろうなぐらいの<ー>感覚でもやってるんで何か,なんかもう違うことをその外人団地育ちの外人でも別に違うことで稼げるんだよっていうのは。 見せていきたいなっていうのはありますねめちゃくちゃ重要ですよね、はい、めちゃくちゃわかるです、はい、やっぱ結構ミックスとかまあ俺もそうですけど元々団地出身なんで、はい、やっぱ多分そういうなんかマインドの人も結構多いのかなってめっちゃ思うしう、ねうね、確かにそこでこういう目を見せれるのはすごいなんか重要だし、ね、ラッパーだからいいっていうかそうですね、うん、俺もやっぱ中学校の時もうそのもう 何も団地の空気でもうそういう空気になってるんでもう仕事はもうこういう仕事どっちがいいみたいなじゃあ工場か現場どっちがいいみたいなのがあってで俺中学校の時は俺はトビの社長になるって言ってたそうだった言ってたぐらいやっぱ他のことにはもう目がいかないそっかっていう状況だったんでそうっすね そういう意味で、なんかももっと子供にうん、うん、こう、希望を与えられたらな。<laughs> なるほどですね。いいですね。えー、でも、結構、やっぱ、ブラジルの、まあ、その、子たちとかも多いと思うんですけど。結構、その、ブラジルのラッパーとかとの、交流とかもあるんですか。と、二年前ぐらいに、はい、あの、ウエストホミレコーズを、ブラジル、でも、やって、うん。あ、そうなんですか。そ今、ブラジル人のラッパーも、ブラジルで活動してる。うん、はい。 やつもいるんですけど。あ、ウェストフォミレコ。すごい。ええー、すげえ。で、えっ、ー、と今年一月初めてブラジルのアーティストをこっちに連れてきて、はい、ツアー,ー、はい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 。なんか日本ツアーみたいな。やば。のをやって、はい、えっと五月にもう一人来るんですけど。おえ、すげえ。なんかブラジルのアーティストを連れ、うん、日本に連れてきて。 えっと日本のアーティストとフィューチャリングさせてとかっていう動きをしていきたくてブラジルやっぱあの人数がすごいんですよもう <laughs> 人口がどうですか人口もそうだしまあ、若いやつらヒップホップ聴いてるやつらがめっちゃ多くてううなんか一億の曲とかがやっぱポンポン出てくるんで,げーーですげえな MV がってことですよねそ,うですそれ結構珍しいですね確かに確かに。 全然あの日本多分1億ないんじゃないですかいやーなかなかないですね多分1億いってる曲あ,あるのかなちょっと分かんないですけど、うん、で向こうはもうポンポン出るんで、えー、そういうやつらをこっちに連れてきてはい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 なんかフューチャーリングさせたりとか確かに前連れてきたやつは、はい、あのジェイ君あのジンドックとフューチャーリングさせて<ー>それミュージックビデオ出てるんですけど<ー>熱い <laughs> すげえだ。そうっすね<で>、はい、今回またフューチャリング誰かとさせてみたいなへ、はい、えー、すごいなじゃあ日本と結構ブラジルつなげてつなげていきたいですねな,なんか日本って結構海外目指す時アメリカ目指しがちじゃないですか確かに確かにでもアメリカ一発でアメリカ目指,さん目指してもなって <laughs> アメリカの人たちってやっぱもう世界一なんでちょっと見下す感じでくるじゃないですかブラジル人はそれに とはまたちょっと別で、うんうん、なんか海外が好きみたいな。<ー>海外に対しての憧れが強いんですよ、ブラジルはやっぱ。どとりあえず海外に対してす。だし、はい、日本めっちゃ好きすあ。そっか。まあ、そうっすよね。結構日系とかもいっぱいいるですもんね。あのアニメとか。ああ、めっちゃ好きだし。はい、はいはいはい。あの、もう。 とにかく日本めっちゃ好きなんでへえなでもうめっちゃ DM めっちゃ来るっすもんあマジっすか今もうスケジュールがパンパンでもうこれ以上は連れてこれないみたいな感じでもみんな来たがるっすそうなんだすごっみんな来たがるっすでそれをどんどんつなげていきたいなっていうえすげえなそれはでもあれっすよねプレイソングにしかできないですよねでもしかも日本好きなんでびっくりしたのがその J 君と曲フィシャリングさせたじゃないですかはい、はい、コメントでやっぱブラジル人たち「はい、あ俺ジンドックもう3年前から聴いてるけど、えー、こいつやばいよ」みたいな「<laughs> この日本人はやばい」みたいな感じで <laughs> 普通になんか知ってるやつとかもおったり、えー、まあ知らんけどなんかもうめっちゃ気に入ったりとか、はい、あとなんかあのー、なんかこうが新しい曲出してるよってリンク貼って、はい、飛んだらチーム友達が。<laughs> 出てきたり、ああアナーキーやらないのみたいな。<ー>意外と知ってるんですよ。そうなんですね。で、それでもっと向こうに広めたら、確かにいつかなんか日本のフェスブラジルでやれたら熱いない。確かに確かに。それやばいっすね。そ,それやりたいです。なるほどね。めっちゃやりたいですね。 えでもいいっすねじゃ日本のやっぱラップとかって結構海外に伝わりづらいからでもそれがつなげれたらすげえ熱いってめっちゃ思うっすけどねもっと日本のことが好きな国を狙っていった方がいいと思いす、ね、うけ、ん、ど確かに確かに,確かにアメリカとかやるは確かにで俺はまあルーツがあるんで、ね、まあやりやすいかなって感じで今動き始めてるなるほどねインターナショナルやななるほどっすねえ、まあ、ちょっと、まあ、結構 ある程度いろいろお話しさせてもらったと思うんですけど、はい、まあなんか次のなんていうんですかねあの制作だったりとか、はい、なんかここから出す作品とかってもある程度な形になってきてるというか予定みたいなのあるんですかそうですね今ほぼできてて EP が新しい EP がほぼできてて<お>で「リアルトラップ2が」が、はい、結構、まあ、トラップ好きお、まあ、そうっすねの目に,になってるんでもっと幅広い、はい、あのちょっとクラブ もうこれクラブで流れたらやばいなっていう EP おクラブバンガーそう多分6曲ぐらい入ると思うんでおおまあまあ多いっすねそうっすねおおこれは全部ぶち上がりでぶち上がり系でそれそれ結構自信あるんすよねおおっ今回の EP おい楽しみっすねそうっす盛り上がり系だそうっすやっぱね クラブで流せる曲はいつもね、まあ遊びとかもそうですけど、はい、やっぱいいですもんね。ねクラブで流れるのがね、やっぱヒップホップだから。はい、なるほど。じゃあそれも6月予定ですね。それはえっ、ー、と6 5月から4月の間に、はい、あないだ、そう,そう夏期間早ければ5月お<ー>遅くても7月には出したいなって感じです。おなるほど。これはあれです。フィーチャリングとかあるんですか？ ピューサーングなしでいきますなしでいくんだソロプレイソンでおえいー了解ですちょっと楽しみですね皆さんぜひぜひ次の EP もあのそれは名前はまだ決まってない多分、はい、遊べってなります遊べ <laughs> 遊べ OK <laughs> です OK ですじゃ遊べまあかっこかり出ると思うんでぜひぜひ皆さんそれもチェックしてもらってねお願いしますリアルトアップもそうですけど YouTube あーあのミュージックビデオインスタグラム ほかにはツイッターとかも作るんですけどもそうですねまあインスタメインですね TikTok はやっとるおあ TikTok と t ックトックは嫁が撮ってくれてるんで結構ギャップのある姿とか見れると思うっすじゃあ TikTok もギャップのあるプレイスの姿見たい人はぜひチェックしてもらってねこれからの活動もぜひチェックしてもらえたらと思いますありがとうございますということでまた次回お会いしましょう Peace!